ここは、はいはい、JR の筑豊線っていう橋脚、はい、JR の筑豊線、はいはい、レンガが美しい橋脚、はい、ですね。ここは大岡川下流エリアで一番狭くなって、はい、狭くなって橋脚もあって水深もあります。5メートルあるところで、魚が結構年中小魚やバスに溜まってる場所です。はい、でここのちょうど発想地の間ぐらいに3本クイが沈んでるんですよ、はい、そこのピンスポットを今からまるちゃんに投げてもらいたいと思います。かしこまりました。今ちょっとパワーアップしてきたんで。そうなんですよ、ロットマンガールになったんで、みんなかっこいい。ロットマンガールになったんで、これ釣れるしかないですね。そうです、ユニフォーム着替えてきたんで。はい、では猫リグで猫ちゃん杭を感じていきますね。はい、ちょっと投げすぎた。投げすぎました、うん、もうちょっと寄ってきたら。離した？なんか引っ張ってきますよね、これ。なんか普通は振りそうなんやけどね。今度合わせてしまえば。合わせてしまいましょう。こう鉄の矢板がこの橋脚の周りを、まあ、80センチぐらい外をこう全部囲ってるんですよ、はい、鉄の見えない矢板が、その矢板とその橋脚の間にこう杭が入ってるんですけど、はいはい、そこを今から狙ってもらいます。はい、テクニカルチャレンジ。テクニカルチャレンジします。壁ギリギリを。
に魚いるんですか？今います。いますって、はい、います発言が出ました。この魚体がピッピピッピ言い出したら魚がいる。いる。もう一回いいですか？いいですよ。もうワンキャスト、はい、見ててくださいよ。投げますんで。いきますよ。オッケー。ちょっと行き過ぎた。でもちょっと行き過ぎた。ちょっと行き過ぎたから、うん、もうちょっと巻いてきて、うん、こんな感じか。それがあと 1,2,3 箇所あるから。3箇所ある、うん。ここがダメでもあっちもあると。そう、むしろそこに降りてもらってもいいぐらい。なるほど、うん、降りた方がやりやすいっちゃやりやすい。やりやすい、どっちもできる。降りよ、降りていいですか？いいっすよ。気をつけて。これ沈まないですよね、このコンクリート。沈まない。私重たいけど、うぅ、滑る。着陸いたしました。着陸いたしました。初めてのパターンや。着陸いたしました。面白い。壁にはワームをこすりつけております。やめろやめろ。これ悪い、うちらが悪い大人やったらこれ置いていくよ。ちょっと離れて撮ってみます。離れて撮ってみましょうか。取り残された。取り残された。マルコスさん、ね、魚のプレッシャーもあるかもしれんけど離れてみよう。はい。白衣ちょっとドローンみたい。No。 No。 No。 あ、My God。 Oh my God。 ワームちょこっとでチューブには触れず、うん、はい。きます。 No。 微妙。あ、食った？食った、さっき今巻いた時。もう一回もう一回。食ったよ。うわ、いいとこ飛んだ。腰が並木さん。擦りつける。擦りだけや。ちょっと気に入ってるやろ。これ擦りつけてとか題名とかサムネにしとったら多分見ちゃうよ、ね。先の方ね。お。ピモパン。お。バス？わかんないですね。バスかも。いるよ。あの子たち今日ノーパンなんよってぶち込んで。結構慣れてる。結構ノーパン度高いんで慣れてる。ノーパン度高い。ナイス。ナイス。あ。お。これ分かった。今ググってなってる。今なんかない。これで釣れたらファンの子の子。こんな水位上がることあるんですか、これ。あの台風とか来たら、うん、そこの駐車場とか全部水に。で、取り残された車が流されている。
ここですか。はい、ここ新しい橋脚があって、はい、10年前ぐらいここに古い橋脚があったんですよ。はいはい。その後、その後、なるほど。ここら辺、トンガってる、ここら辺、うん、トンガってるところにこすりつけるような、トンガってるところにこすりつけるような感じなんでそこだけ声張ったやっぱ時間だよ、お願いします、はい、このボッコボコのはず、そこボッコボコのはず、ボコボコポイントいけるよ、汗しまあまああるんですね。そうですね、で 3.7 でここを出てるとここ狙ってる、これが旧橋脚の跡です、うん、この周りにポツポツ釣ってるの魚。魚いますよ。いますか。いますよ。おう。いる。ギル化けしろ、ギルから化けてくれ、いっぱい映っとうな、ギルかな、だこれ、おおお、ぽよよよか、お、赤田面上手に使ったんじゃね、やばか、出がかりと高いやん、出がかりと高いやん、橋脚の足、橋脚の足、取れてくれ、取れろ、やばい、切れた、あ、取れた、大丈夫。ヘイヘイヘイ。ここに水道管みたいなのが沈んでて、ジューってありますね。はいはい。間のここら辺に、はい、ちょっと木のね、はい、キャンプファイヤーみたいなグラグラ、はいはい、キャンプファイヤー、この上をこっちから来たバス、ここから来たバスが一休みする、一、はい、休みする場所、そこに出ます、かしこまりました、行ってみましょう、えい、オーケー、バックじゃん、最近は多分農技師ないガイドで、マジですか、しかも12時まででそうやん、ほんと、そうやん、いや、そうやけど LINE とかに呪われてるんよ、最後切れたし、あの時そうやね、ちょっと LINE トラブル多すぎましたね、うん、確かに、して、あの朝のに引っかかったのもアマゾン仕様やったけかかるわけがない、アマゾンしてましたね、うん、あれが普通のやつやったら多分確実いけてた、うん、あーほやー、
いろんなとこ行き過ぎよ。いろんなとこ行き過ぎや。あかん。もう、バカや。定点カメラでも肝心なとこはあんまり映ってないよ。私昨日も電池切れじゃない、メモリーカードいっぱいあってちょうどいいとこでピーちょうど来た、あーピピピピみたいな。そやん、大事なとこ、大事なとこダメなんです。昨日俺が釣ってた方はどれで撮ってたの？私の方。どれ携帯？ GoPro。 GoPro、うん、また渡しますね。うん、当たってる、それ切る、うん、バスバス、ああバス多分。嘘、なんかあるかなと思った。寝かかってんか、寝かかってんか、引っかかってんかなと思った。嘘、本当に多分。いや、魚は魚やけど、ギルかバスかなと思って見よって。旧跡の後は結構自分が釣ったの旧跡でしたっけ？旧跡やね。旧跡自分が釣った後もマルちゃん投げて何倍とか当てた。で最後切れたのはどこですか？最後切れたのは切れたのはあそこでした。あ違うか、お昼前。そう、多分それが旧跡。あそこだ。とりあえず来たー、ホンガバー、よかったー、とりあえずホンガバー、ホンガバー来ました、ホンガバーのフィッシュ、ついに来た、ついに来た、あったー、ああ。どうも、超スモール。いやー嬉しい。あったー、嬉しいよ。嬉しい。あったー。泣けるわ。マジ？来てた今。来てたね。うん。おお。来た。ちょっと待ってください。はい。イエーイ。すごい。オッケー。
ってますね、バス。できませんが。今後からはこういう色がいいとかっていうカラーはカラーかジャンプ系が。あそこにおるの。メラカリみたいな感じで、ね、でも動いてた。いや、あかん。この前子供が来て。チャンネル見ようかな。いや、山下健二郎とコラボするのがいいよ。いやいや、健二郎やばくないですか、それ。写真とか撮ってもらった。でも撮ってもらわなかった。鹿児島でやって、うんうん、福岡でとやった中身にさっぱりしてなくて、はぁ、武道館が決まりますか、話して、うちの神さんが帰ってくる調べてもらった。知らんかった奥さん。しっかりしてよ、バカやで。一番人気あんねん。マジで、うん、全く知らんかった。マルコス、ここ今の使っときずしてるちゃんと、ちゃんと取れてるで。ほんまに日本だけじゃなくて世界で人気今。そうなの。日本だけじゃない、アメリカでもめっちゃ人気。おっさん、本当にその人本当にそんな人。もうそんなジェイソールブラザーズどころじゃない。それ使おう。ジェイソルブラザーズどころじゃない。来たんよ。誰？この時も写真撮ってダメって言われた。そんな芸能界ネタがそこまで食いつくとは思わなかった。いや、びっくりするやろ。うち祭
りしてるところなんてないしさ、そんなんでこの差開けたらもうやばいっすよ。反町隆史じゃダメ。反町さんはまたすごいけど、なんやまたすごいやろうけど、ほんまめっちゃ熱い人。終了終了終了しました。滝の人行くぞ。おめっちゃおもろいそれ。そこで提灯してほしかったけど。終わり。お疲れ様でした。最後の締めの一言どうぞ。音楽のバカ野郎。ありがとうございました。最高やった。ありがとうございます。また来てください。またリベンジします。お願いします。動画視聴ありがとうございました。最新動画、関連動画はこちらから。視聴者登録はこちらから。グッドボタンもよろしくね。ヘイヘイヘイ。バイバーイ。バイバーイ。